どうも、小池徹平です。小池さんちのペッチャンネル、本日も始まりました。ということで、45秒で何ができるっていうね、流行ってるコーナーもあったりする中ですね、ちょっと45秒は短いということで、今回はですね、3分間で何ができる。いや、3分で JN1 でしょ。いや、これはいけるでしょ、普通に。え、これ普通に1個でいいんですか。いや、絶対いけますって。いや、絶対いけますって。絶対いけますって。じゃあ、ガチ3分でしょ。ガチ3分ね。いきますよ。もういいよ。大丈夫ですか。いいよ、いいよ。本当に大丈夫ですか。いや、早よし、早よせい。じらすな。よーい。さあ。はい、取った。はい、取った。はい、取った。3秒です。マジで取れてんけど。これ絶対流してくださいね。こういうたまにかっこいいとこも流してほしいんですよ。なんか変なドッキリかけられてるとこばっかりこう流したりするし。え？お願いしますよ。よーい、スタート。これは2つ取んの？あー、これは難しいね。こいつの使い方やな、絶対。あー、これな、これどうしようかな。30秒。おー、マジか。意外とやばいかもしれない。いや、これ結構難易度高いな。いや、むずいこれ。ちょっと待ってよ。お、取れた。お、取れた。いやいや、この空気なんですか。もうちょっと喜びません。ということで、3分間チャレンジ、余裕で解けてしまいました。おそらくお蔵入りかなと思われる、チャレンジでございますが、これをご覧になってるということは公開されたということなんでしょう。本当にガチなんですということが伝わったかなと思います。3分で何ができるかっていうのね、続編でちょっと面白いことできたらなと思うので、ぜひ面白かったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、小池徹平でした。